京都駅だわ。お寺だ。人形供養か。桜が咲いてるな。おお、桜が咲いてるな。この梅小路公園はね、京都駅からそんなに遠くないところにあって、とてもあの、心が安らぐ公園なんで、時々旅に来るんですけど、なぜかですね、この2年ぐらい来てないんじゃないかな。最後に来たのいつだろう。あそこに京都水族館だったんですね。ちょっと旅の方向が違ってたってのもあるんでしょうけど。はあ、よいしょ。梅小路公園。よいしょ。よいしょ。いいですね。戦力が素敵。なんともいない。いい気持ちがありますね。だ旅だもこういうなんか、懐かしい旅だなんてのがあって。しばらく来てないと、そこに行くと、いろいろね、景色も変わってたりするし、自分の人生も、移ろってたりするんで。おぉ、ちょうどしかも、この桜、この梅小路公園、梅っていう名前ついてますけど、いろんな種類の桜もあって、桜ってね、ソメイヨシノ僕大好きですけど、ソメイヨシノだけじゃない、いろんな桜があるわけですよね。本当にすごいことだ、桜。うわ、すごいね。桜の種類が。植物園的な桜も、桜並木もいいですよね。同じ種類がずっとあるのもいいけど、多様性もとても素敵だなと思うんですけど、この梅小路公園といえば、あの、都電がね、あって、もうちょっと向こうに行くと、鉄道博物館があったりするんですよ。それはとても素敵なんですが、今日はね、非常に時間が限られた中で、ここに来てるんで、ここで折り返すかな。でもこのチューリップはね、いいかな。チューリップが素敵です。そして、ちょっと、都電、限りはベストエフォートなんで、本当向こうの方ずっと行きたいんですけど、ちょっと今日、時間がないんで、水とか、いいですね。そしてこれホテルってこと、ホテルができたの、ホテル。いや、ホテル、何ホテルって。なんか前なかった気がするんだけど、これ。新しい施設が、久しぶりに来ると、新しい施設ができてたりしますよね。誰かが声楽の練習してますね。ふぅ。桜の、様々な品種があって、桜の多様性ってのもいいよな。どっちもいいよね。だから、ソメイヨシノもいいし、多様性もいいし、どっちもいいなと思いますね。素晴らしい。新緑の中を駆け抜けていく我。新緑の中を駆け抜けていく我。椿の花だ。タキシード、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 タキシードだから、やっぱりあれかな、会社でフォーマルな服着るときはタキシード着るのかな。反対側が道路なんで、線路なんで、いつもね、あの通るとき見えますね、タキシード、タキシードさん。ほら、いつもいろんな電車が通ってるところなんですけど、電車の中からこのタキシード、あ、今在来線が来た。だから鉄道マニアにとってはたまんないでしょうね。来た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 。おお、タキシード、タキシード。どんな列車が来てる。どんな列車が来ております。新幹線だ。そして在来線だ。植物はたくましい。植物はたくましい。ということで旅ラン、京都駅からね、梅小路公園まで3キロも走ってないと思うんですけども、
まあでも充実した旅ランでした。やっぱり久しぶりに行ったんで、このパテルっていうホテルかなんかができてて、パテル、あのパテルってのピーってホテル、ホテル、ホテルか、ホテル、ホテルまあいいや、謎の施設がございました。とてもとても楽しい旅ラン、短くてもね、旅ランをやった方が良くて、この後またすぐ移動なんですけど、あのとてもとても、ね、京都駅からもうすぐそこは京都駅なんで、なんかこんな近くにああいう猫路公園っていうのがあるということでございます。歩いてもね、そんな15分ぐらいだと思いますので、皆さんもぜひ行ってみてください。ということで、京都パッパビランでした。イエーイ。